薄っぺらい、D. B. 芸人ランキング。<music> ああ、始まりやがったな。ああ今回は。薄っぺらい D. B. 芸人。うん、<laughs> 薄っぺらい。言っておくが、体の方じゃないぞ。うん、ああ、そう。人間性だ。なんか前回ちょっと、いいランキングになったと思ったけど、またそういう、ね。別に悪いと言ってるわけじゃない。ああ薄っぺらいと言ってるだけだ。ないよ。薄っぺらいでいい意味なか。まあ、人間かな。ああまあ薄っぺらいとは何か。うん。うん あんまり何も考えてないんじゃないかと。まあ、別に芸人はそんなもんでいいとは思うんだが。うん。まあ、あともう一つ。うん。二人で飲みに行っても。まあ、酒飲む飲まないは別にして。大して深い話ができなそうなやつランキングだと思う。いるな、確かに。まあ、ある意味陽キャランキングかもしれんがな。陽キャかどうか知らんが。うっていうやつを今日は。いつも以上にこの俺の独断と偏見で。発表してやると思うからな。覚悟しとけ。うん。 さあまず三位。3位さあまず三位はこいつだ。チーム近藤ことドドリアさんよ。ええ。さあまずはこいつはあ意外。まあ別に構わん範囲だとは思うんだから。うんうん、あのまあこいつはまあ前にも言ったが、DB ゲインの中で、うん、まあ非常に珍しく、うん、ちゃんとそのお笑い。 まあ若手芸人。まあそうだよな。まあ言い方が悪いと、まあ売れてない芸人としての。活動をちゃんとしてるこいつは。<laughs> あ<ー>まあネタ作ってライブに出る。まあそうだな。賞レースに挑戦する、うんで。事務所のなんかランキングライブも。そう、あ出てるの?。出て、なんか入れ替え戦のなんだやってると。なんか単独ライブみたいな,のも,やなのもやってる。主催ライブも。ライブみたいなこともな。っていう意味では非常にいい、これは。 そうだよな他の DV 芸人みたいに YouTube で配信に逃げていないしまままあああそうかこうやって仲間を売って収益を稼ぐこともせず全部お前だからそれはちゃんとこう芸人としても活動してるのはまあ非常に偉いが何年それだけをやってるんだうどういうことどういうことどういうことことともう芸歴13年ぐらいだやるのはいいが波なく 普通ピン芸人を10年もやってれば今年ちょっとあるんじゃないかとこのネタ今年勝負できるんじゃないかとちょっと今テレビ出だして調子いいんじゃないかみたいな波が必ずあるこのまま乗れるにせよ乗れないにせよ一切ないままずっとネタを作ってライブに出て賞レースに挑戦してることを繰り返しすぎているもう少し考えた方がいいさすがに。 あそうまあそうかああまあ愚直にやるのもいいことかもしれんがんあまりにその上向いてないというかんならそのまま年を取ってきてなんか別のことで何かをやろうってことじゃなくてずっとそればっかりやってるってことまあ<の> YouTube とかもなんかやってはいるんだが友達と喋ってるだけだんよ 組んでたやつが売って結局置いて帰ってるわけだそうだなその時にもうちょっと身の振り方を考えた方がいいんじゃないかとあそういった意味では確かに薄っぺらいかもなそういう意味ではなまあそれが必ずしも悪いかどうか分からんまあそうだなうんそのなぜかというとやはりこいつ何度も言ってるが家が金持ちまあまあそっか 要は自分で生活支給も稼ぎながらお笑いもやっていくというのがないからだからずっとそれを続けちゃうというか逆にそういうなんか貧乏みたいな稼、うん、いつまで俺はこんなことをしなきゃいけないんだバイトして早くバイトをしなくていいようになりたいじゃないんだそれとも親父の車で<ー>劇場に来てやってるだけだから。<laughs> だとしたら、もっとネタを作って自分の時間をお笑いに使えるぞとは思うの大人の店なんか行ってる場合じゃないぞとそうかああ思うのと<ー>でまあずっとその毎回「<ー>頑張ります勝ちます売れます!」って言うのは簡単だし言うほうがいいぞそら。ああなるほどな。ああ まあ、ただ今回 r 1と芸歴撤廃されたからまあこいつは頑張るんじゃないそれも言いたい俺はああの、r 1グランプリこいつ芸歴13年ぐらいしただろうだから何年か前にその芸歴制限で出場資格を失ったのたときにまあショックでクソッと「んで r 1こんなことになるんだよ」つってまあなんかもう悩んでたらしいしコンビも組もうかみたいなこと考えてたらしい。 ようやく2024年から r 1グランプリ芸歴撤廃<う>よっしゃーやります、うん、そのー r 1が r 1言ってるけども、うん、これずっと23回戦で敗退してるん <laughs> えお俺純潔ぐらいまでいってると思ってたいってない多分一度もえー、そうなのその10年ピン芸にやって一度も純潔にもかすれもしてないやつが <laughs> 1> r 1が r 1言うなと。いやだからその撤廃される時のラストイヤーの時の熱量は。 準決勝いや2回戦か再開戦だったあそう決勝か優勝かいうやつが r 1に依存しろとこういう芸には多い賞レース依存症依存してる割に2回戦ぐらいのやつっていうそっかもう少し他の方法も考えた方がいいんじゃないかという部分でまあちょっとまあ愚直なのはいいことかもしれんがなあとこいつ先輩多分苦手だよ あ、そう後輩傷つツ出て名刺ばっかりまて、うん、まあ、まあ、確かにそうなん,なんかあんま先輩と一ったりしてるイメージないしあないな、うん、あこいつ明るい感じではあるんだが、うん、多分女とまともに喋れないと思う <laughs> そうだろう。嘘だろそういう店とかも金を払って<ー>接客としての女しか経験してないから、うん、こいつ多分後輩の女芸人とかとも、うん、なんか普通の会話多分できない <laughs> えー、そうなのちょっとキャラ入れて なんかセクハラっぽいことしてみるとか,<ー>かそういうことしかできない意味でも確かに本当のチーム近藤の一番そのなんかプライベートな部分って見たことないかもしれな,、まあまあ、ないけどなこいつがうじうじしてる部分なんか見たくないけどうかそこにこの奥行きを感じんというか、まあ、バカでいいんだけどなこいつはバカキャラで。 そそろろ若さで生きる年齢じゃないぞまあそうだな確かにそれはそうかもないうまあ知った激励も込めての第3位頑張れル R1 視野を広げた方がこれでまあまあ R1 これで決勝いったもんならふざけんなベジータと見つめるなよそれも俺がもう土下出してやるこれでこれでもう結果出したもん頼むぞお前チーム近藤最低でも俺は多分もうデモしないからああ っていう意味で、まあ第三位。い,っっいうことだ。まあまあ可愛い,いもんね、<お>こい<れ>つ。まあそうか、まあ3位だもんな。そうだ。うん、さあ、続いて第2位。2> うん、さあ、続いて、ナンバーツアーは。うん、バンバンバン、山本。こと。フリーザド。わあ。まあナンバーワンかどうかで、迷った部分はあるんだがな。<laughs> あそうか。なんだ。 いやまあ1位のイメージはあるけど薄っぺらい薄っぺらいこいつはあのな<ー>こいつはまあ DB ゲインの中でも仕事あるほどだよなだし、うん、こいつはあのー、多分 DB ゲインの中で一番人生経験がすごいあまあそうかいろいろ経験してるすで<ー>にもう二児の父そうだなであり お笑いと並行して清掃会社みたいなのもやったりで過去もまあいろいろやってんだな <laughs> そうだなああおうおうで面白いエピソードがいくらでもあるはずなのに<う>一つもこいつの口から面白いエピソードを聞けないで <laughs> いくらでも面白いはずなんだよあんないろんな<う>壮,絶壮絶というかおう面白いもう昭和の芸人みたいな経験をしてきたやつそ,その割になんか発言が薄っぺらいというか ああ、その経験は糧にしてるのかと。うん。なんか久しぶりに実家帰ったら、実家がなくなってたとか。ほほほ面白いだろう。確かにな。なんかできないで、エピソード。ああ、わかるわ。でも。うん<あ>。周りが面白くしてる感じあるな。うん。なんか、その、こいつのエピソードを、こう、周りが言うみたいなのがある。けどそうだ、相方とかが。そう。こいつ自身は、どう、どう考えてるんだと。 いこいつからのなんか面白いエピソードっていうのはなかなかこいつから出てこない,ない。ないだろう。周りからはなさというか。<ー>なんかいろいろ行動力はまあある。いやそうだよな。だって仕事もらおう仕事もらおうという行動力現場にすごいよな。あるんだがなんかやっぱ考えてないな。いやこいつ俺はこいつやっぱ薄っぺらいなっていうか思うのは神社みたいなところで何かをやめることで仕事をくださいみたいな。 眼かけをするらしいんだよあの芸能人がよく行く神社があるらしいよパワースポットが。で酒やめるから仕事くださいとか、うん、あとタバコやめるからくださいとかギャンブルやめるから、うん、あの仕事くださいっつって、うん、そう、酒もギャンブルもタバコもやめて<う>で仕事をゲットして<う>今酒とギャンブルとバコをやり始めてんだよこいつ。全部復活 <laughs> 全部復活してんだよ。しかも酒な タバコめてなかったらししい。けた後相方酒をそっから一切買ったらしいんだからちょこちょこ理由つけて復活してたらしいだからそういうのも裏切ってるっていう裏切ってはいるな確かになあとんかそのやっぱ目の前の金仕事を求めすぎてこいつなんか YouTube か何かで「桃鉄」をやったらしいんお。こいつずっと青すばっかり言って全然面白くないし 目の前の収支のみをゲームでもなんか物件を育ててとかーカードとかだけても青マスばっかりこいつもするでもそれで出てるな性格が相手の金を減らすとかそういうことじゃなくてうう戦略じゃなく自分の金を儲ただ自分で金を儲けて嬉しいっていうだけの <laughs> ことをやって,てすごいな<ー>え本当にこいつの人生表してるなそれ本当にもう目の前のああそうかなんだろうなこれは いだからまあ行動力というか行く力はあるんだが結局家で何かを用意してくるネタを考えてくるっていうのがないからそうだなとにかくああそうかそうかあと酒飲んだ時にしか本音を言わないみたいなのもあるそれはそうだなあとちょっと優しくされるとすぐその人のこといいやつだと思ってゃのあまあそれはもうこの間聞いたのがスタジオからセルにセル となんかたばこ一緒に吸ってて「山本さんそのたばこ紙たばこ体悪いからやめた方がいいですよ」っつってそうセルが電子たばこをコンビニに買いに行ってくれたらしいのセルの格好でそのまま。 どどううかとと。思けいいろろ買ってきてくれていやカ角タ、いいやつだよなって薄いんだかもらったからそう買ってくれたからもうそれで嬉しくなっちゃってるからあとやっぱりマロニエル TV 栃木テレビの d b ゲームのロケ番組レギュラーだろ俺とアイデンティティとフリーザあそうだなやっぱその一日ロケ終わった後に今日フリーザ喋ってたかって思うところ。やっぱただ。 <laughs> あれあいつそうかいたよななんか喋ってたか <laughs> ええー、だってもう結構長いだろう45年やってるだろで俺たちが何かそのいじった時は「うんうん、いややめなさい」とかあるけどなんか自分からなんか言った記憶がたまにないんだよロケのあ<ー>あ<ー>で,もでも満足して帰っていくんだろまあもうあの,あの宇都宮駅のホームでもうハイボール飲んでる。<laughs> もう飲んでる。もう破ってるもんな。タバコ、喫煙のあの、喫煙ルームでタバコ吸いながら。欲望の塊だな。パチンコであったらもう多分売ってるんだな。駅にな。欲望だな。欲望のやつだ。ほんと目の前の欲望だな。で、そのまあいじったら結構その、こらみたいな感じで、まあロケッとかは結構成立するんだが、本当のガチいじりみたいなのをやったら、結構こいつ苦笑いするとき <laughs> 本当にちょっと切り込んだ<ー>、まあ、いじりをちょっと超えたぐらいかぐらいのことをやると<ー>結構なんかこう苦笑いしてるだけの時はないああ線引き難しいなそこのプロレスがちょっとできないうな言うな、ね、よそんなことみたいなことを意外とやれない部分もあってピ,ピュアではあるんだなすべてにおいて意外とプライドも高かったり<ー>、うん、あとなんか SNS も、うん、多分飲んだら本音言うんだろうこいつ。 言うでまあいいことは言ってるんだがんか一回見たのが戦争反対と戦争なんかやめようよみたいなことを言ってんだがアイコンフリーザなんだけども不謹慎ギャグに近いのともう多分本音で言ってるんだろう考えろとその自分のアイコンとかをそうだなギャグに見えちゃうギャグに見えんだらもう飲んで多分言ってるフリーザが言ってるんだからこれだからどんどんもうこうなっていくと思う 経営者側の視点とか、多分持ちだぞ、こいや、ないだろいや、今年結構営業とかも多くて。なんか、相方も調子乗ってんだ、相方調子乗ってんだ、なんか。あ、ここの、あい、こいつの相方の方。なんか、今年営業起きて、正直儲かってますわみたいなことを。なんか、トークライブで言うもんだから。じゃ、いくら稼いだんだ。それ、なるだろ、トークライブのキャリア。うん。かくなに言わない。なんだ、それ。謎ムーブをな。 いや、じゃ言うなよそんな謎ムーブを。っていうのでまあこいつがまあ2位なんじゃないかと。あそう結構出たぞ2位で。まあそうだな。こいつを超えるやつがいるのかどうかさあでは栄えあるナンバーワンはこいつはまあこいつは俺も正直あんまデータがない。ものすごくイメージで 言ってるんだが、うんうん、まあ DB ゲインとしてはもう最古さん。もうここのレベルだ。一番古い。そうだなで、付き合いも長いが、うん、こいつと深い話をしたことが一度も俺はない。ああ、まあでもそうか。下手したら二人で飯に行ったこともないかもしれない。え、ない一回なんか野菜食えないからこいつ。 そうそうそうそ,うそれも薄っぺらいんだから <laughs> 40近いやつが野菜さえ食えないとか言ってんの薄っぺらいんだからんかこういったなまあ昔よくそのピッコロ一丁とかおーおーなんか3人とかでかライブ一緒だったりした時に仮に飯行くだろう,うん、うん、でま一、あ、丁は結構真面目なお笑いのハチが好きだからそうだなその時にした時に一切入ってこないああ<ー>ちょっと真面目 なな話にっだこいつがそのお笑いとか、うん、仕事とか将来なんか知らんけど、うん、何を考えてかか俺はほとんどからん。どわら本当に何も考えてないんじゃないかという気もするし実は考えてるんだからそれを隠してなんかバカなふりをしてる可能性もあるが俺は本当にバカな方なんじゃないかと俺は思ってる<ー>貴様の方が分かってるはずだ。 まあ俺はまあ結構こいつとまあ飯も行くことあるしイベントも一緒にやってたりするけど将来こうなりたいってビジョンは聞いたことないかもしれないなないそうなんか真面目な話バカな話とか結構するけど大学生高校生レベルの話しかしないうなうそうだなうーんしっかりと本音トークみたいなのあんまない。 この裏でもないだろ。その表に出さないのはまあいいとして。そうだな。うそうなか車で仙台まで行く仕事が、仙台の球場で仕事があって、<ー>でそれを車で往復。 もう、まあ、だから6時間とか,あるかあ<ー>1回帰ってまあ12時間ぐらい,いそんな話一切なかったから何をしゃべるのいやだからもう薄っぺらい話よんかこのメンバーがどうとか野球選手とかいい野球の趣味の話かうんそうだ,、ね、だからないじゃないし貴様にもじゃ本音一応同期だろう芸歴でいうとまあだからそ,そ,それもちょっと薄っぺらいなと思う本音がないのか 本音はない。俺こんなんだけど本当はさーみたいな。じゃだからこいつのそのなんかずるいところが、んだ普段は動機ずらするんだけど、<う>飯食った時だけ後輩ずらすんのよん。どういうことだ。だから後輩だと<っ>あどうも勝ちましたってできるから思ってもらおうとしてんの。まあそうそれやるんでこいつは。なんか。 俺はあんま知らんがドケチらしいなこいついやまあケチだなこいつはの自分のライブにゲスト呼んで平気でギャラ払わないらしいあそれ結構あるらしいあるのかいいぞういやだからえっとでもまあそれもケチなのもやっぱ直属の先輩がこういうやつだらそうなのよ結局でなんか薄いなと思ったのは昔一緒に MC であのアイドルの ライブの MC を2人でやってたことがあっててと<う>野球好きアイドルみたいなのなるほどで野球好き芸人2人でやってたんだけどこいつがその中のメンバーをなんかもう好きすぎてそれがお笑いでやってるのかガチなのかが分かんなくなってそのいわゆる推しとしてやってんのかそ,で<う>そのその子の得点会みたいなのも並ぶのよ普通に。MC やってののにかそうだからそれがボケなのか ほんとほんとなんかずっと分かんなくて分かんなすぎて運営があいつ切れっつって一人切られたのあいかガチと思われてあじゃあ狙ってるだかどっちか分かんない薄っぺらすぎてどっちか分かんなくてそ運営もあいつちょっとガチかもしれないから切るかっつって切られたそうやっぱどっちか分からんがこいつをすべてたんだそうなんかだからそれそれが薄っぺらいのかなって言ったらそうだと思うものすごい悪いやつかもしれない 平気でその自撮り上げて、おはようとか言ってる。投稿が。そのガチなのか。そのいたキャラをやってんのか。全くわからんその俺男前だぜ。みんなありがとうみたいなのが。どこまでなのか全くわからん。そうなんだよな。俺もわかんない。だから。こっちからじゃボケになってないし。 うん、でもいじったら変な返し <laughs> 変な返ししてくるし何、うん、な,な,んなんだこいつはい何者なんだこいつはいや分かんないんだよなこればっかりは貴様でも分からんのかいや俺もそ,そんなしっかりと分かんないこいつのことだからあのー、このバンバンバン山本の相方の鮫島っていうん、うん、こいつがそのアニソンディスコっていう,うん,、うん、なんか DJ イベントとかを主催していろいろやってんだ自分ででそこに今ファミリーでこのバードもす・フィアンも待つ割ともう。 奈子さんの方だな。参加してるんだが、サメ島言ってた。バードは分からん。ええ、いやもう誰も分かんない。なんか一時期そのゲストに呼んで、そのゲストを深掘りするみたいななんかトークやってたじゃないか。バード呼びたくないって。ええ、いやサメ島が一番信頼してると思ってた。えだからその仕事とか、まあ明るいし、上明るいがその裏の部分というか、そこがもう全く見えてこない。確かに。 こいつはな何やってんの,その例えば配信雑談配信とかやってないのか雑談配信やってるっぽいな酒飲まないなこいつ酒はの飲まないああ酒飲まない野菜食わないタバコ吸わないギャンブルしないでこいつと全く逆の確かに真逆だな真逆なんだよなあとこいつのほんと分からん行動もう一個あってなんだ,だかライブ中になんだ物販かなんかやったのかなああライブ中にそ、うん、したらこいつのお母さんが来てて 何お客さんとして来てくれててでわって上がってきて物販の物販並んでで普通にライブ中だよ並んでて「フミフミ」っつってこうやってやるの。でこの話したとこに一万円札が入ってていやそれなんかギャグかなと思ったらガチで1万円持って帰ったからあこいつもそうそそううそうそう。 これはなんだと思って。わからん,分からん裏でやれよな。裏でやってほしいし。ギャグだったらギャグで、一万もらっちゃいましたとか,かだとた、いや普通にこの年でお母さんに一万もらっちゃいました。ありがとうとかあるよな。ありがとうっつって帰ってったから。これちょっとわからんなと思って。わからんな、こいつだけど、うん。誰だったらわかんない。こいつのその。 本音の部分いやーあいつ本音話してるやついないんじゃないかな一丁なんかいいんじゃないかななんか言ってたら貴様あの3人の LINE グループがつまんなすぎてそうあった 3, 3人でバードと一丁と3人でなんか、えー、営業の後飯とか行くと<う>バードと一丁がずっと喋ってて<う>つまんない会話するからあのなんかボケとかボしてるみたいになるから大学生レベルのずっっと黙ってたら一丁に しゃべれって言われた。ああ、もう、その言い方も嫌だな。誰かの言い方。しゃべれって言われたことも嫌だな。結構バードと一丁喋ってる。けどでも、一丁もわからないじゃないか。あいつ、合わせて、ブルブル。そうそうそう。俺とか、そんなことしないし。うん。こいつ、だから、それの面しかない。確かに、バ、ード、誰だった?。分からん、分からんな、これこだから今後、どうなっていくかな。うん。うん。というわけで、今回は、え。 末恐ろしい DB ゲーリングいやどういうこと末恐ろしいホラー DB ゲーリンランキング恐ろしくはないだろうホラーホラーだろうこんなもんまあまあホラーだけどいいやつだから全いいやつなんだいいやつようきゃようきゃかここは違うなこいつも生きてる陰キャラだもんいやいやまあ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 そうかよくわからんが加えてまあいろんな意味で今回は薄っぺらい DB ゲーリンランキングをお送りしてやったぞじゃあなバイ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  このチャンネルを見てるやつは全員クズ要するに落ちこぼれた貴様らはもう大した敵のいない星に送り込まれるだろうチャンネル登録は下からだ俺様の収益のために修行しながら垂れ流すんだなというわけで次の動画はこいつだはっ